仕事はすぐに慣れますよ。ここは誰もが平等で笑顔があふれる職場です。妊娠5週、もう40超えてるしリスク高いんだよね。二人で頑張ろう。知ってる？施設は森の中にあるの。隠されてるのよ。本当は誰も現実を見たくないからでしょ。暴力とか虐待と間違えられることはよくあるんです。でもね、入所者だって暴れるでしょう。少しだけ分かってきたよ、ここのことが。ここにいる障害者たちは幸せだと思いますか？かわいそうに。仕事どうだった？大変に決まってるでしょ。会話できない人相手にしてるんだから。俺ね、今夜障害者たちを殺すよ、この国の平和のためにさ。社会のタブーに触れた大問題作が今放たれる。人を傷つけるのはダメ。すいません、人って何ですか？私もあなたを絶対に認めない。無傷で手ぶらで善の側に立とうとするのはずるいです。陽子さんも普通の子供じゃなかったら嫌でしょ。その問題とは本質的に違うの？違いません、僕は陽子さんと同じ考えです。この映画の刃はあなたに向けられている。私生きててよかった。